はい、どうも、フラちゃんです。はい、じゃあ今日はね、新しく出たスライム軍団ということで、新防衛軍のやつを倒していきたいと思います。まあ、倒さないとね、実績とかもらえないんで、まあ今回高速パーティーじゃないんでね、その辺はご了承ください。単純に討伐するパーティーとやり方です。まあいろいろですね、チャートとかあるんですけども、トドのつまり、構成は今回こんな感じです。バトマス4人、で、魔法戦士1人、で、レンジャー、道具使い、占いということでね。まあ、あとはひたすらボッコボコにするっていう、ただの猿でもわかる作戦ですね。はい、というわけでやっていきたいと思います。はい、というわけで、まずはやり方ですね。7分40秒ぐらいに、まあ、そちらにですね、A、B、C と3体、キングスライム的なやつが出てきます。そちらをですね、C から倒してください。まあ、要するに左側に出るんで、C は。そちらを左から倒していくという単純作業でございます。こちらですね、早速出てきました。3体出るんでね、これバラバラにやっちゃうと、結局なかなか倒せなくてね、そのまま結構ダメージもらったりするんで、1体1体確実にみんなで仕留めていくっていうのが大事です。で、次はまあ近い方、A でも B でもいいです。まあ、できればね、C と来たら B と行きたいところですね。C、B、A みたいな感じで倒していくといいと思います。はい、というわけで倒しました。じゃあ次、A ですね。A をサクッと倒していきましょう。はい、というわけで倒しました。で、言い忘れてたんですが、あちらの結界付近に7分20秒にアイテムが出るんで、そちらをですね、レンジャーでも道具使いでも、まあ道具使う担当、まあ道具使いでしょうね、取るのは。道具使いの方が取りに行きましょう。で、あとはですね、こちら雑魚敵がガンガン湧くんで、まあそちらをですね、いい感じに仕留めていってください。はい、倒すことができました。で、いい感じに倒すと、もう6分20秒という感じの時間ですよね。あ、ちょっともう少しスライムがいますね。あちらをしっかりと倒して、そうすると6分5秒ぐらいになります。6分5秒ぐらいになると大金が出てくるんで、そちらをですね、倒してください。これしっかり倒さないとダメなんで、はい、あそこに出ました。ここのね、サークル付近にたくさん出るんでね。こちらをしっかりと確実に仕留めていきましょう。で、あっちにもちっちゃい金がいるんで、こいつも倒してください。はい、無事に倒しました。そしたらもうあとはボスをボコボコに殴ります。まあ、この時にね、ちょっとテンションバーンだったり、ミラクルブーストだったりを使うと、まあ、いい感じの準備になったりします。道具使いの人とかは、まあ、レボルすぐ入れられるようにしたりとか、まあ、うまいことやってください。で、デュアルブレーカーを最初に投げた後に、まあ、FB だったりとか、そういうのをどんどん入れていきます。はい、というわけで、どうだ、入るか。さあ、5000ダメージ。いいダメージが出ました。で、この時にみんなで正面にいたりすると、まあ、これまたね、範囲攻撃みんなでもらったりするんで、まあ、ガジェットあるんで今ちょっといけないですけど、後ろに何人か回った方がいいと思います。まあ、これ、いろんな防衛軍やってきた経験談なんですが、みんなして前にいるとね、結構崩れる時は崩れてしまうんですよね。リカバリーが全く効かなくなるんで、なので、まあ、今ですね、今とかは本当にちょっと後ろに下がった方がいいです。で、またガジェットが来たんですぐ戻るんですけども、まあ、そういった感じにですね、1人、2人、まあ、3人ぐらい後ろに行った方がいいですね。さあ、あとはボコボコに殴るだけ。いけるか、これ。結構こちらを討伐するのシビアなんですよね。ガジェットが全く来ないと当然討伐ができなくなりますし、まあ割とね、結構ギリギリ、今回は。高速パーティーだったら果たしてね、どういう風な動きをするのか、ちょっと謎ですよね。さあ、なんかいけそうな気がする。いい感じですね。いい感じです。天下無双がいい感じに決まってます。さあ、これいけるか、なんかいけそうな気がする。いや、今回はいける、いける。大丈夫。さあ、これ天下無双でいけるか。どうだ。おお、倒しました。ということで、このような感じで討伐をしていきます。今回、しかも無傷だったっていうことで、無傷のね、そのお題もできますし、あとは討伐したというその実績埋めもできるということで、いや、これ非常にやりやすいですね。はい、というわけで、こちら、新しい称号を手に入れることができました。はい、というわけなんでね、せっかくなんで、もう一回行っていきたいと思います。さっきは占い師枠だったんですが、今回は、なんと、賢者枠になりました。今回はちょっと安定的に行きたいということで、回復枠、賢者ということで、まあ、攻撃もできてね、あと、回復もできる。ということで、まあ、本当に型にはめる必要はあんまりないということですね。バトマス4人と道具使い、あと魔法戦士、でレンジャーはまあ固定だとして、アット1は、まあ割かしいい感じにアドリブが効きます。
ということでやっていきたいと思います。はい、というわけでさっきのおさらいですね。まず7分40秒 ABC とスライムジェネラル的なやつが湧きます。そいつを C から倒してください。それだけです。はい、というわけでみんなでボッコボコにして、まあ、大体自分が2回ほど天下無双をした時に倒すことができます。で次は B ですね。で最後にしっかりと A を倒して、はい、終わりです。そしたら7分20秒に、まあもう出てたんですけども、ちょうどあの辺ですね、今アイテムが出てるところら辺、まあ今いらないアイテムは捨てられてるんですけど、そこにアイテムが7分20秒に湧くんで、動物界の人はあれを取りに行ってください。で6分45秒にここに金が出ますんで、まあ今もうフルボッコタイム始まってますけども、で6分40秒にあっち側に敵が出ます。まあ先ほど言った通り、トドのつまり出てきたモンスターは、まあ前半はとにかく倒すだけという簡単なお仕事です。別にこの辺はね、秒数気にする必要はないですね。で最後にスライム3体湧くんでね、まあ、こちらのスライム3体倒したら中央エリアに行ってください。はい、そうするとね、6分5秒になるとこちら大金が出てくるんで、こちらをですねしっかりと倒してください。こいつに呼ばれる前に倒してくださいね。まあ結構ね、どうしようどうしようってやってるうちに呼ばれてしまって、それでなんか処理遅れて崩れてしまうっていうことはあると思うんで、まあ早く倒してください。で先ほどの鐘を倒したら準備タイム、ちょっとバイキルと切れそうなんで、ここでしっかりと自分で更新とかしといて、でしっかりと準備が終わったらデュアルブレーカーだったりとか、あとはフォースブレイクだったりとか、その辺をがっちりとやってください。でプレートインパクトとかでなんかいろいろ下げてからも、あとは攻撃タイム、あとはねガジェット1回やればだいぶ安定した火力になるんですが、混乱してますね。で先ほど言った通り、まあ1人2人は後ろ回ってていいです。まあ、結構前に立たないと言われるんじゃないかって思う方いるかもしれないですけど、防衛軍とか結構散らばっちゃっていいんで、みんなして前にいるとむしろ危ないことが多いんでね、なので1人2人はもう後ろ回っちゃっていいです。あとはフルボッコタイム入ればダメージの蓄積でね、ずーっとこいつダウンしてるんで、あとはもう自分の火力を信じて殴り続けるのみです。あ、やっと黄色まで行きました。だいたいね3分30秒ぐらいにはもう赤に行って、もう倒せるか倒せないかぐらいのギリギリラインまで行っておきたいですね。そうしないとね、結局雑魚敵が全部結界前に行っちゃって終わっちゃうんですよ。そのまま結界ぶっ壊されて、だから結構火力ってシビアなんですよ。ガジェット1回ぐらいは欲しいですね。はい、というわけで決め手のフォースブレイクが来ました。でたまにはテンション溜まったらデビルクラッシュとかもしてあげてると9999で、天下無双の代わりにこちら古今無双とか、さあどうだ、倒せるか倒せるかな、倒せるか倒せるか、これ倒した、ギリギリ倒した。いやちょっと今回ねガジェットが1回も来なかったんで、相当火力がねシビアでした。まああとはね、ちょっといろんな人の火力面あるでしょうね。光ベルトがなかったりとか、まあフラちゃんなんですけどもね、まあ光ベルトがない人とか、あとはなんだ、すごい昔のハンマー使ってたりとか、その辺結構あると思うんですよ。意外と響いてきます。なので今回ね結構火力がねシビアですね。ということで討伐したい人、ぜひともこんな感じでやってみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ覚えきれねえよっていう人結構いると思います。正直ね、自分もその何秒何秒って意識してるうちは、いやなんか分かりづれえな、これ結構上級者向けじゃねえみたいな思ってたんですけど、トドのつまり雑魚敵を6分5秒前のやつ全部倒して、で6分5秒の大金を倒した後、みんなで FB とか決め込んでぶん殴るだけというね、簡単なお仕事でした。皆さんもですね、このやり方を難しいと思わずに、あ、意外と簡単なんだと思えば、もう割とあっさりね討伐できたり無傷討伐できたりすると思います。ぜひともこちらやってみてください。まあちょっと8人集めるっていうのがね手間だとは思うんですけど、まあその辺はねうまいことをやっぱり討伐したいならば頑張ってね人数を集めてください。はい、というわけで今回はスライム軍団の倒し方でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。そんでもってもうちょっと同じやり方でもう少しいいやり方あるよみたいな、そういうことがあればね、ぜひともコメント欄で教えてください。まあ、改善点とかねその辺があれば、やっぱりこういうやり方もどんどんうまいこといくようになってくると思うんで、ガジェットが引けなくても安定的に倒せるようになったりとか、まあそうなるんでね、ぜひともコメント欄で共有あと教えてください。はい、それではまた会いましょう。さよなら。